ュジ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 ュバレットのボーカル、そして告白ティールワンティールのボーカル星野ソータでござソーロー。女子によく間違えられてしまうソータチでございます。だから僕ね、痴漢に会ったこともあるんですよ。でそれだけじゃなくて、アルバイト先の店長に、まあお姉系っていうのかな、男子が好きな方が、上司がいて、その方には、いろいろお触りされちゃったりしてあるんですよね。もうで俺は自分で言うのもなんだけど、正義感が強い人間だから自分で言っちゃった例えば女子が、ね、電車の中で痴漢にやってたとしたら、その痴漢相手をこう捕まえてて、何やってんだよっていうふうに言えるのね、言えるの。実際言ったこと何回もあるよ、だけどいざ自分がされるとさ、言えないよね。何もできないよね。いやあのさ、だって俺は男だからさ、もう漢字の漢と書いた男だからさ、まさか俺のことを触ってくれなんて思いもしないから、あ、なんか混んでるからたまたま当たっちゃってんのかな、それなのに痴漢扱いしたら相手に失礼だなっていうのは迷いがあるから言えないっていうだけね。だから放置してたんだけど、まあ、手の甲が当たるならまだわかるじゃない。でもこうやってね、陰部を触ってくるからそこは明らかじゃないですか。もうその時はもう手を払い抜けたり、それでもやってきたら、その時はもう歯向かいますよ、戦います。犯罪者は許せませんから、人に迷惑かける人は僕は大嫌いですからね。もうこんな悩みを抱えてる男性はあんまいないと思うんだけどね。愚痴動画みたいな感じでごめんね。愚痴動画みたいな感じでごめんね。いや、アルバイトのさ、上司だからさ、部下ってさ、逆らえないじゃない。僕がまだね、ほら、まだ食えてなかった頃、音楽で食えてなかった頃、バイトしながらの生活を行った時にさ、まあ、その時は飲食店だったんですよ。飲食店だった。で、ホールじゃなくて、厨房の方で、お皿洗いとかやってたんですけど、そういう時にさ、こうお皿洗いしてたら、その下に食器入れがあるんだよね、食器入れが。でそこからこうお皿とか取り出す時に、あ、ごめんねって言って、わざわざ僕の あそこのおつんつんを触ってくるんですよ。もうひどいセクハラですよね。今だったらもうかなりの事件になると思うんですけど、その当時はね、まだそれが なんていうのかな、まあ許されるじゃないけど、まだまだ、そこまでね、セクシャルハラスメント的なものが多かったわけじゃないから、まあ、俺もね、こう笑ってやめてくださいよみたいな感じで、そこでマジでさ、やめてみたいなことで弱音で言っちゃうと、弱気で言っちゃうと逆にもっと強く来ると思ったから、何やってんすかみたいな感じで笑って、対応してたから、そこまであと夏のこうひどいことはされなかったんで。でもね、もうね、一番ひどかった時はその上司から耳元に、ね、ホテル行かないって言われたことあった時は、その時はドン引きでしたね。その時はドン引きでしたよ。まあそんな経験もある波乱万丈な星野ソータでございますから、もう経験値はまあ永遠の17歳ですけど、経験値はもういっぱいあります。いろんな体験してますから、お悩み相談とか全然受け付けますんで、対処法とかも教えますんで、もしよかったらメールください。まあそんな、ちょっと愚痴っちゃった動画ですけれども、見ていただいてありがとうございます。一緒にこれやってください。お前の胸も